はいどうもフィンランドからこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。さあ今日はですねネタ検証企画をお送りしようかなと思います。ちょっとね今フィンランドのホテルで収録しているので廊下まで実況の声がね響いちゃないかね心配なんですが、今回もですね撮影を行っていきます。で今回はですね前回のアップデートでネクロマンサー死ぬ時にですね弾けてスケルトンを生成するようになりました。ネクロマンサーレベル2だと8体まで召喚しまして、で例えばですね4体召喚している状態で死ぬと追加でですね4体まで、召喚いたしまして、まあ合計ですね8体までなるようにねスケルトンを生成していきます。でそこで思ったのが、あそういえばネクロマンサー巨爆で死んだ時スケルトン生成するのかなってねちょっと疑問に思ったんですよ。巨爆のですねこうダメージ、まあ死んでこう弾けた瞬間にまだ巨爆のねダメージっていうかなんかその判定が残っていて、スケルトン生成するのかなって思ったので、今回はですねネクロマンサー20体大爆死、大量爆死させて、でいっぺんにですねスケルトンまあ100体ぐらいなんか生成するんじゃないかなっていうのをねちょっとやってみたいなと思います。で今回検証する配置がこちらですね。こっち側からですねネクロマンサーを出していきまして、でどんどんスケルトンやネクロマンサーで倒していきます。でスケルトンはねトラップに引っかからないので、ここにね2連の巨爆仕掛けてあるんですが、ここは素通りしていって、でこの水と迫撃砲でねスケルトンたちをどんどん倒していって、で最終的に集まったネクロマンサーがね、この間の2連の巨爆に引っかかってスケルトンを生成するようにですね作ってみたので、ちょっとね早速検証やってみましょう。レッツゴー。はい、それではね検証してみたいなと思います。では一気にですねこっからネクロマンサー20体出していきます。1点出しですねしていって、さあスケルトンの量がいくぞ。さあ白いのがいっぱいたくさんとドバッと出ておりますが、どう進行的に、やっぱスケルトンこれだけいるとえぐいですね量が。ちょっと量がえぐめなんですけども、どんどんね削っていきます。でこっからですねネクロマンサーですねどんどん施設を削っていって、でさっき言ったようにですね、さっきの渡り廊下ですね、渡り廊下を走らせていきます。さあ渡り廊下を走りたい。さあどうだ。さあスケルトンたちがどんどん素通りをしていく。でここから水と迫撃でね全滅させていって、でここから若干スケルトン生成するが、どうどうどう、あれ、えスケルトンの、え全然生成してなくない、あれ、ちょっと今スケルトン幽霊の量がすげえ多かったんですけど、えどういうこと。ちょっともう一回やってみたいなと思います。さあちょっとねもう一回やってみたいなと思います。やっぱりさっき自分がですね冒頭で説明したように巨爆のこうなんかダメージを入れる判定の時間、それが長いせいなのか何なのか分かんないんですが、やっぱりネクロマンサー死んだ時に出てきたスケルトンも巨爆でやられてしまうという可能性あるかもしれません。さあどう。さあ援軍のネクロマンサーも加えていって、この量はえぐいぞ。あそうか、バネで飛んだ時もネクロですねスケルトンを生成するのか、それもちょっと後で検証してみましょうか。さあそしてですねここでさあエリポンも壊します。でさあ渡り廊下を走っていく。そしてスケルトンは全滅で、ここで2連で引っかかっていきます。さあどう。ここでやっぱり幽霊の量が異常に多い。やっぱり多分そうですよ。ちょっと別の方法で検証してみます。はい、ではちょっとねやり方を変えてみます。6時方向にですね巨爆を2つ置いてあるんですね。なのでここにネクロマンサーを1体出して、果たしてですねスケルトンですねネクロス死んだ時に生成されるのか、それともですね一応生成されているんだけれども巨爆でやられてしまうのか、これがね分かると思うのでやってみたいなと思います。ではいきますよ。いっせーのーせ、はいどう。さあ死んだよ。死んだ時にやっぱりスケルトンの量が多い。だってネクロがいたところになんか 3,4 体ぐらいいましたよスケルトン。あなので巨爆で死んだ時は、ネクロマンサー巨爆で死んだ時はスケルトンは生成するんだけど、やっぱり巨爆でやられてしまうっていうのが分かったかなと思います。はい、では続いてはですねバネトラップで死んだ時スケルトン生成するのか、こちらもね見ていきます。前回ですね開発ビルドでダークネクロですね紹介したじゃないですか。あいつはね、まあ、開発ビルドなんですけども、バネで飛んだ時コウモリ生成してました。じゃあネクロはね生成するのかね、やってみたいなと思います。いきますよ。ここからネクロを出していく。あちょっと通らない、バネの上を通らない。ここはオッケー、飛んだ。あれ今スケルトン生成したのかな。ちょっともう一回やってみます。あ生成してる。え西郎や8体生成しましたよね今。ちょっとねもう一回だけやってみたいなと思います。さあもう一回やってみましょう。ネクロ1体出していきます。
で、あ、引っかかんない。引っかかんない。出す位置難しい。さあ、どう？生成してるっぽいな、なんか。ちょっと、ここ、出してみます。2体ぐらい。いや、引っかかんない。避けるな、バカ。さあ、どう？さあ、やっぱり、生成してるっぽい。なんか、生成してる感はある。どう？やっぱ生成してる。一緒にスケルトン飛ばされてんもんだって。そうですよね、これ。あ、じゃあ通常の村のネクロマンサーもバネトラップで死ぬと、スケルトンを生成するっていうのが分かったかなと思います。はい、ということで今回はですね、大量のネクロを爆死させて、大量のスケルトンを生成させてみるという動画、お送りしていきました。いや、実際やったらスケルトンですね、生成されはするんですけども、巨爆でやられてしまっているっていうのがね、分かってね、いや、また新しい発見があったなと思いました。でね、またですね、こういった検証動画も載せていきますし、大工の拠点や、あと対戦リップ、資源狩りのね、クラクラの動画、これからもね、頑張ってね、どんどん動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はですね、ぜひとも登録お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。